日本を救う素晴らしい発明。キャスターの森一長です、えー。今日はこの街の発明家の方に来ていただいております。はい。えー、すごい技術さんですか。すごい技術さんっていう名前なんですね。はい、そうです。すごい技術です。えっと、すごい技術さんは、 えー、今日はどういう発明を持ってこられたんですか、はいあの私ですね、あの今、日本、そのマスクするしないで、本当にね、国が二分されてるっていうか、なんかね、マスクあのした方が安心安全だっていう人もいるし、いや、マスクなんかもいらねえんじゃねえとかいう人もいるんですけど、僕、それで発明しました、あすごい技術さんはどういう発明をされたんですか、透明マスクです、あの今、私、あの透明マスクしてるんですけど、分かりますか、いや、ちょっと、本当マスクされてるんですか、してますよ。 これは透明マスクでしたら、えー、子供たちもですね、えー、マスクしたまま相手の口が見えるんで、子供の認知発達に必要なね、このマスクの、まあ、要するにだから、マスクなしと同じような状況になるってことです。でも、でもすごいマスクさん、あの、透明マスクって言ってますけど、あ、すごいマスクさんですすごい技術さん。えっ、ー、と、マスクされてないですよね。いや、してますよ。マスクしてます、これ。はい。いや、それ、してないと思うんですけど、これどういうことなんですよ、すごい技術さん。 あのねえー、と昔、草野球の時に子供たちが透明ランナーってのをやってたんですね。えな,なんですか透明ランナー。そう、透明ランナーっていうのはです、ね、例えば2対2で野球やってて、ね、昔、草野球ではそういうことあったわけですよ。で、ランナー1塁でヒット打って1、2塁になった時に、今度、2塁の選手がですね、打たなくちゃいけないです。そうじゃないと、選手が足りないんですよ。で、そういう時には透明ランナー2塁と、ね、宣言すると、えー、2塁にいることになって、 いや、試合が続くんですね。で、その後またヒット打ったら二塁ランナーが三塁に進塁するとか、この透明ランナーっていうのがあったわけですよ。うん、まあ、あったみたいですけど、それ、それと、それがどうしましたいや、だから、その日本人はですね、その見立ての精神というんでしょうか、本当にないものをあることにできるんですね。ですから、私の透明マスクは、これ、ないんですけど、<laughs> あることに透明ランナーと同じです。えっと、あの、すごい技術さん、それってすごい技術なんですか あそうです。透明マスク。これでもう一挙両得ですよ。ね、日本人の統括力でみんなマスクをしましょうっていうのもね、あのー、なんか解決できるし、それから子供たちもちゃんと認知発達できるし、息もできるし。あとね、一番いいのはね、コロナウイルスも飛び放題、移り放題。<laughs> こら <laughs> すごい技術を真面目にやらんか。いやばか真面目ですよ。だからそうう、そのすごい透明マスクね。えー、いいです。良くないですかはい。 ありがとうございましたじゃあ、この、えー、日本を救うすごい、えー、発明の第1回、えーと、すごい技術さんの、えー、判定は <laughs> あのすごい技術さん、残念でした。おかりください。えー、透明マスクいいと思うんだけどな、ダメですかうんじゃあ分かった、今度、あの透明かつら持ってきますね。<laughs> ほんなら透明カツって、カツはないんじゃ、ハゲと同じじゃないか。これまた失礼いたしました <laughs>。ということで、えー、透明マスクというお話でございました。えー、のの、共有チャンネルではこのようなコメディをと配信します時々 <laughs> ぜひいい登録ください。赤いポルンちゃんだよ。この赤いポルンちゃんは透明じゃないです。